ったんだよね。俺も言えばよかった。容量でかいですね、これ。20ギガある。うん、そうそうそう。20ギガある。これ中国のゲームですか、これって。いや、そうっぽいね。あ、そうなんだ。そう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 。だから案件とかだから、案件じゃないから、全然別のゲームとか言っていいと思うんだけど、はい、ちょっと原神っぽくない？はい。めっちゃ原神っぽいなと思って、これも。そうそう。なんか今から案件にしてくんねえから、金くんねえから、普通に。確かに。みんなもらってないですか、お金。もらってない。せっかく俺案件になんか、ただ呼ばれただけと思ってます。あ、違う。あ、違うんすね。だから全然いや、だから、いつもの通りにやばいこと言っていいです。あ、なるほど。はい、スネーエーペックスのパクジャンみたいな話していい。全然。あ、なるほど、なるほど。パブジーとエーペックスとフォートナイトの他のストーリー行き先を教えてくれるの、はい、何言ってもいいですよ。何言ってもいいんだ。何言ってもいいですよ、はい、なんか他の配信者が めちゃくちゃミス増しされたみたいな聞いたんですけど、これあはははは、俺も聞いた。7000人上乗せみたいな。へー、本当なんかね、らしいですよ、なんかマジで、うん、俺もじゃあ明日やるからツイッチで7000増やしてくれよ。ね、これ何、視聴数ってさ、その何、ちょっと闇じゃんそれ。時代をはるかに、いや、まあでもこれ本当かわかんないです。豪雪だから水増しできるんですよ、だから。でもさ確定なんだもん。え、このゲーム会社が水増ししたってこと？いや、それはわかんないですよ、それは。誰が、え、確かに誰がやったんですかね。誰がやったの？なんかの企業、まあ、公式がやったとか。水増しといえばね、まあ、それに比べたら、ね、私たちの研究所、まあ、配信サイトのイメージあった。他の配信サイトのイメージあったけどね。あ、サイト、あ、じゃあツイッチが水増ししてるってことですか。あ、今回ツイッチやったらしいね。そんなことしないんじゃない。ツイッチやったんだ。いや、それはな、それはないんじゃないか。ツイッチがかまってるってことか。じゃあありがとう。それはない、まあ、動きはね、なんないツイッチがやったら。いや、わかんねえな。水増しとかでもできるんだな。あー、どうもごめんなさい、お待たせしました。メンバーのトークを禁止しました。うす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 。先日をパーティーモードに変更します。おえちゃんって今どこでやってるの？おえちゃん、そう、どこでやってるの？キック。あ、キックなんだ。あ、え、なんで？みんな各々のプラットフォームでやるでしょ。いや、別にそんな深い意味ないんだけど、うん、ただ単純にさ、うん、どこで今やってるかっていうのはやっぱ気になるやないか。君が、え、みんなどこでやってんの？俺今オープンレックやってるよ。オープンレック。あ、オープンレック。僕ニコ生でやってます。みんなおのおのでやってていいですね。ねえ、みんなおのおの。あ、よかった。じゃあツイッチやってる人に会ったらツイッチの悪口言いたい方だよ、これ。あ、ほんとやね。あの水増しサイトなんか潰しましょう、全員で。あそこでやってるやつクズ。いや、でもツイッチが水増ししてんのかよ。そっか、水増しとかなったらもうほんまにもう何じゃない。一気に闇深くなってきたもん。いや、さっき俺ツイッチでやってたから、なんか言いづれんだよな、なんか。ふとんツイッチでやったんすか。え、ツイッチでやってたなんて。珍しいっすな、それ。いや、なんか、なんとなくストロークと、オーバーウォッチはそっちでやろうかなって思ってて、うん、ああ、なるほど、そのゲームによってみたいな感じ。そうそうそう、はあはあ、うーん、だからまあでもまあやりづらいクソサイトだったわ、うん、でも、うん、やっぱり、うん、あ、ツイッチ、だよな。スタンプもいっぱいで、なんかクソだなと思ってやっぱり感じましたね。あのスタンプってあれ何なんですか。お金入ってるんですか、あれを送るごとに。わかんない。でさ、モコ君って、ね、この中で一番あれじゃない、モコ君とあれじゃない、スモモンがスイッチやってんじゃないの。木尾先生のは長そう。でも最近僕やってないですね、スイッチやってない。でもスタンプは確かに作ったかな、作ってくれた人がいて。スイッチね、うん、スタンプ、うん、なんかね、スタンプを大きくして送ると、なんかそれ、なんかお金を入れて大きくできるらしい、スタンプ。ああ、課金ができるって感じなんですか。っていうのもできるらしい。課金したらスタンプでかくなるの。あのスタンプ邪魔くせんやけど。まあ、あれ邪魔やんな。なんか嵐に使われてるし。だ、うん、からめっちゃ嵐してるやつ、あの赤いやつとか嵐使ってるしね。あ、なんかやめてねみたいなやつね。そう、うん、あれと村まこスタンプ。はい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 、ああ、村まこなんや。村まこスタンプね、めちゃめちゃ出るんで、あのなんか口が大きくなってうわーって。なんか村まこさんが食ってくるみたいなやつだって。スモモンの配信でもやっぱ村まこさん出てくるんだ。出てくる。出てくるんや。そうなんだ。いやっすね、それ。迷惑系 YouTuber やろ、そいつ。いや、絶対お前もそうだよ。お前も多分スタンプ作ったら多分ね、いろんな人たちのところで言ったら、俺も。いや、俺も3つ4つぐらいあるよ、スタンプ。あるんだ。あるんだ。結局、そこで荒らす意思があるやつがどうかよ、本当に。トンちゃんに言われたくねえよ。まあ、いや いや、結局俺たち悪くねえじゃん、だってそんな言ったら。でも、ちゃんと視聴者にそういうことしちゃいけないって言わないと、うん、俺たちがね。いや、言ってもするだろう、言ったら、まあ、言ったら逆に助長すると思うよ。火に油らず。あ、やれってことか。やらなきゃか。そうそう。お、今、その話題言ってくれた。じゃあ、これを話せってことだってなるよ、多分。
でも布団ちゃんはあれやで、初期の頃にあの自分のあれやで、オープンレッグの視聴者バンするとき、おえちゃんとこ行けって言ってバンしてて、おめえのところあれすること一生忘れてねえからな俺。そんなことあったんだ。はい、まあ、まだいい目に持ってます。あったかもしれない。悪い、まあ、悪いっすね、やっぱ経営の中ですよ、やっぱりね。あ、そうだったんだ。じゃあ普通になんかこれ今から案件に切り替えて金くれねえかってさ。いや、それマジでお願いします。これ金もらえんの？これちょ、案件にしようぜ今から。これ確か俺たちもらえねえかな、うん、できねえかな。 PR って付き合わなあかんって俺コメント言われたんやけど、勝手にして勝手に。いや PR はあれっしょ、無理っしょ。だこれあのそれ逆に言ったらダメらしいぜ。 PR じゃないのに PR したらダメらしいぞ。あ、そうなの、うん、ダメっすね。企業案件風、あのやってます風出しちゃダメなんだ。じゃあ今からつけるね。でもこのさ、違う、俺とモコー君とおえちゃんで案件空気出せないって、うん、おいおえちゃん、パンツが見えていいなとかさ、無理して言うんだぜ。別にさ、それぐらいは言った。まあそうか、パンツが見えていいなこの前鎖のゲームにメコとか言ってたもんな。猫？あ、そうだ。そうだ、あれ言ってたような気もしなくもないな。半径は絶対いないよ。ああ、そうだね。なんかあれですよ、これなんか TGS かなんかでブースありましたよね、これ。あら、らしいね。あ、あったね。もこくん TGS 昨日いた？あ、いや今日だけ本当にいたんすよ。今日ついさっき帰ってきて。あ、そうだったんだ。いや、もこくん空いてったな、久々に。いや、俺空いたかった。なんかゼタブースでなんかストロークずっとやってたって聞きましたよ、なんか布団ちゃん。あ、そう、ずっとやってた、昨日。うん、いいっすね、なんかそういうのに俺誘われないんで。俺今日ラムちゃんと飯行ってたんだけどさ。はい。もこくん、もこくん、あの今日いないのっつったら、あ、なんか明日らしいっすよっつって、はい、あんで明日だったらモコー君とゼータブースで遊べたのになっつったら、いや、でもモコーさんはあの誘われ待ちしてて、はい、あの誘ってあげないと、はい、多分ゼータブースには来ませんっつって言ってた。あ、そうっすね、はい、もう誘われなきゃいけないんで。なんで自分から来てくれよ、モコー君。いや、なんか誘われたいじゃないですか、なんか自分から行ってなんか泣きになるぞ。わかるー。マジか、そうか。誘われるの気持ちいいんだよな。いや、気持ちいいんですよ、本当に。誘われた上で断るのが一番気持ちいい。いやいや。今日何やってたの？今日 TGS。いや、あのゲーミングマンションっていうところのブースで。あ、ツアースが行ってるやつだ。そうです、ツアースさんと一緒に出てきて、うん、なんかそこでラムちゃんとも会ってちょっと話しましたね。はいはいはい、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。ラムちゃんって布団ちゃんのこと好きなんすか？あ、好きっす。もうズブズブっすね、やっぱりね、もう、はい、それはね、文字通り、まあ、やっぱりもうズブズブっすね。だって昨日イチャイチャしてる画像送られてきてる。あ、そのイチャついてるからさ。そう、昨日ちょっとイチャついてるのをスモモに LINE で送らせてもらって、ちょっと、うん、そしたらスモモがいい写真だって返してくれてね。いい写真、どんな写真だった？いい写真送ってもらったんだよ。そう、何それ、いい写真。なんで俺に送ってくんないの？俺ちゃんはだってすぐあれするじゃん、リークするじゃん。だってやっぱりダメだよ。これしちゃうから、うん、あれ、お前人の情報を切り売りにして配信生活やってるから、やっぱダメだよ。俺が本当に情報切り売りしたらお前もう配信続けれてねえから。そっか、うん、そんなことしてんだ、いろいろ。コアに触れてねえよ、うん、そっかそっか。まあ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 、そんな感じだったね。まあ楽しかったね、やっぱりね、いろんな人いたよ、やっぱ、うん、うん、うん、おえちゃんしてある、おえちゃんしてあった、うん、早いね、早い、一瞬じゃん。人多いのかな、やってる人もな。大人気ゲームな。これなんか選ばれた人しかできあんねやろ。ああ、そうらしい。え？ベータ券獲得した人じゃないとかできない。今じゃまだステークリリースじゃないですか、これ。あ、ない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 。まあ、発売してないのか、じゃあこれ。うん。みたいよ。だからすげえ案件くせえなと思いながらやってんねやけど。な、確かに。案件じゃないですよ。うん、本当にスモモンがめっちゃ金もらって配信やってくださいって。おい、スモモンだけ100万で俺だけ金もらってみたいな。みんなごめんって。俺一人占めするわ。こいつだよ俺。でもやっぱね、この間なんかそのストリーマーの方々が案件かなんかやってたらしいから、その影響もあるんじゃないですか、やっぱ人が多いのね。あ、増えて、ね、結構増えてきてるっぽいね。なるほど、増えてるんや。そうどうせでも案件終わったら、案件終わったらやらへんやろ、みんな。みんなな、だからな、どうせな、流れ的にはね。うん、愛なく、うん。とりあえずね。ねえ。もう行こう。お、みんなパンツ見えるわ。見ろよ、これ。おえちゃんのキャラやば。なあ、モルや。白いパンティーもあるし。ちなみにでも布団ちゃんのキャラが一番食い込みやばいんだよね。これ見てほしい。本当に。あ、本当だ、食い込みすごい。すごいんだよ。本当だ。いや、素直に見てるね。いや、俺あの配信では一切言わないけど、実は自分でティア表を作ってるから。いいの。スケベやないですか、もう。
おチェビテキいます。あ、やべやべやべ、なんか撃たれて死んだー。おいちゃー。でもね、このゲーム1回死んでもすぐ復活できる。あ、マジか。1回だけ。うわ、来た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 、すげえすげえ。あ、なんか起きろー。おいちゃん、ありがとう。あ、すごい起こしてる。俺上から見とくわ。あれ、これって拳銃で撃ち合う？こっちで撃つよね。銃ないわ。壁張ってる。これちょっとさ、あの、いったー。やべ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 、めっちゃ撃たれてる。そこ上めっちゃ見て、それって言って、それって、それって、それそれそれ、なんもない、ここしかも。え、なんかあのオッケーオッケー、あれマップ、なんかマップの画面になってもうた。え、M を使うわ。2人やってる、2人やってる、2人やってる。ナイス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 。敵で2人落ちてる、ちゃう、2人落ちてる。あ、ルース、俺が撃たれてる。マップ開いた。あー、なるほど、復活するってことか。死んだんや。俺もう多分あと残り回数ゼロ、復活回数。え、これな、復活回数、マカウでこれ復活した。なんか天気なんか空から降ってきたの、俺。どこからっていうか。あ、車とかあるんだ。あるあるある。あの、マジママパブ G みたいな。あ、なるほど、パブ G っすね。これあるよ。で、これで終えたら救いに行こうぜ。え、マジで。よし、これ。でもな、プレイヤーだからな。プレイヤーやだ。終えちゃうね。だからゲーム内の終えちゃうとなんか二重で入ってるわ。お前どこいんの？これパブ G の会社に訴えられたりするじゃん。これ大丈夫？まあ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 。まあ、まあ、特許あんのかな。まあ、スーパーピフォーが大丈夫だったからな。意外と似てるゲームいっぱいあるから。スーパーピフォーやっぱパルワールドみたいになるかもしれんし。パルワールドになる。あとで訴えられるみたいな。確かにな、あとでな。とんでもないな。俺モンタマリけたか。あ、バッテリー、あ、シールドみたいなやつあんのか。中いる、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 中いる。あ、すみません。ちょっと、ネズ、あ、おい、いけいけいけ。来た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 、42、42、42、ナイスナイスナイス、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 上に、あの、ショットガンある。おえちゃんがいるから、おえちゃんとか、あ、これだ。これだ、おえちゃんの上に立ってもらっていい、これみんな。はい、そう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 。あ、オッケー。あれ、魔人ショット、え、ちょ、これ、布団ちゃん、魔人ショットガンみたいなのありますけど。あ、魔獣でしょ、魔獣、魔獣。あ、魔獣か。で、それした後に、あの、T高で、あの、布団ちゃん起こせる。敵入れ、敵入れ、敵入れ。あ、じゃあ俺見ます。オーケーオーケーオーケー、そこそこそこ、オーケーオーケー、立てるよ、俺が立て、ここ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 、もうちょい立てようか。うれ、どこや、どこや、どこや、ちょっとそこから回ろう。やった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 、ナイス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 、かくかく、あーしよ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 し、その距離裏多分隠れてると思う。あ、ほんまや、木の裏におる、ここね。あ、ごめん、死んだ、すいません、ミクリやられた。あかん、でもこの女スパッツ入ってるわ。アーマー削ってる、アーマー削ってる。ちょっとその後ろが取るわ、俺後ろが取るわ。ありがとうございます。ジェニー透明通。ナイスナイスナイス。やべ、いるぞ。いる、了解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 。100、100。やった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 。ナイス、うまっ。運転めっちゃしやすいわ、これ。このゲーム。しやすいよ、このゲーム。マジっすか。めっちゃやりやすいよ。めっちゃいいっすね。うん、これこういうとこもらうウェーンってこうやってなんかスタックしないわ。おー、あ、確かに浮いてんのええな。うん、でもなんか褒めすぎると案件みたいになるからやめべ。なんかまあそうですね、うん、なんかちょっとここから悪口言ってる。あ、それに正直すぎなんだよ。やっぱ文句言いながらやりてえな。うん、さあここどうするか。出て車から降りにゃ。うわ、なんか普通におもろそうなゲームやからもっと違う形で出会いたかったな。 なんで案件くれへんかったんやこれ。案件やったらもっと褒めたのに。おいおい。褒めちゃいけないみたいな風潮だね、これさ、今のうちにさ、スモン、これみんなに教えとこうぜ、これ。あの、伏せてさ、これ。みんな Z 押して、Z。ああ、そうだ。Z。これ押しなきゃいけないことだね。Z です。で、あの、オルトを押しながら、ああ、出た。あ、じゃあ、これで Z 押して。右クル押しながら、右クル押しながら、逆向いてみ？後ろ向く。逆向いてみ？逆を向く。そう、じゃあ、俺がやるわ。みんな俺見てて、俺見て、あ、そう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 、ほらほら。で、オルトで動かしてみ？パンツめっちゃ見れるよ。わや、すごい、このアングルええな。しかも、ちょっと俺のキャラ見て、これ。あのね、目隠しみたいにできるんだよ、これ。武器持たないと、ほら。目隠し？やばい！あ、やばい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 。そう、目隠しできる、これ。ちょ、実はね、これ多分ね、あの、このゲームやってる配信者に知ってるの俺だけだよ、これ。うわぁ、なんじゃそりゃ。やばくない？これ、やばくない？これ、すごくない？これ。エッチすぎ。これ、やばくない？これ、このポーズいいな。これ開発何年ぐらいかかったんですかね、このゲーム。ねえ、いや結構かかってると思う。結構かかるんですよ。おお、なんだこれ。あ、そう、ここね、あの、なんかさ、上昇距離みたいって、上昇距離のとこでジャンプすると、
あ、これ俺これね、原神でもあります。これジャンプすると飛ぶやつ。あ、そうですね、これ原神。これ中国のゲームこれやりがち。あ、ゼルダね、ゼルダね。そうそう、ゼルダ。あ、なるほど、なるほど。ゼルダじゃん、これマジで。マジでゼルダだわ。これ撃てない、この状態で撃てないか。あ、もうこれいいんか。いてて、危ねえ。やべやべやべ、なんだなんだ、え、ちまったちまった。大丈夫か。大丈夫大丈夫、自分回復する俺。めっちゃいる。やべ、すすす、あー、ごめん、やっちまった。あ、やばいやばいやばい、まずまず。ごめん、ちょっと起こしてほしいっす。いいよいいよ、左から撃たれたんだよね、それ。左、うん。じゃあ俺他のとこかましとくか。ありがとう。あれ、これ意外といけそうじゃねえ、これ。起きろ。あ、来て、みんな移動してきて、移動してきて、移動してきてる、移動してきてる。21、木体出る。移動してる移動してる、腕腕腕腕、フリ。ちょ待てよ、あれ使う、あれ左ね、あれ使った。あのスキャン、オッケー、スキャンですね、ナイスナイス。俺もなんかちょっと見えてる。ナイス、ほんまや。あ、スキャンいいやん。やった。それだよ。やばい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 。どこ？あの上。建物ない。あの上いる。フォートナイトやん、本当に。やった。ちょ、あいつ格闘るわ。あいつ格闘る。ごめんなさい、なんか撃たれてるわ。人ナイス。俺じゃない、回復。アクトンちゃんが気絶を取ったんか。回復、回復で、もう回復させる。あら、こっちがなんであんな、あそこ高いんだ、すごいな。あれね、相手のウルトラ、あれ俺も使えるあれ。なるほど。でもあれ相当辛いから、あれ、相手。あったあった。壁のやつら動かんくなって、うわ、あ、上に。ちょっと頑張きします。あいつのとこ、あいつのとこ。それやばい、一発で死んだわ。マクマクマク。オッケー。一応ごめん、起こせる位置にはいる。あいつまで俺死んだから。人やった。いける。ちょっと待って、俺起こすか。じゃあ俺が起こすか。さっき俺の前いるわ。あ、ナイス。人やった。あと1人、ここの機能必要。これ行ってほしい。行きます。残り2チーム7人、あいつ3人やん。どこや、どこや、ここか。あ、じゃ腰が抜けた。頑張れ。行きます。ここで、この人、この人、ここ長かったな。なんだこいつら。死体撃とうで。ダメか。おい、これなかなか動けてるじゃない。お、ちょっと待って。おやってんの。ちょっとおもろいな。ちょっとおもろいぞ。あ、え、ダメージ。おお。出てるね。どうなの。やっぱおじゃ、やっぱこういうエイペックスとかダメージ低い時の気分に似てる。やっぱこのゲームも。別にこのゲーム下手くそでも何の感情も動かん。ああ、別に。将来別にそんなに必要はないかなっていう。これパッドでできやんの。え、できるよ。準備はもうしてあります。エイペックス大丈夫だったんですか。ああ、そう、アカウント直りました。ああ、よかったです、よかったです。よかった、本当に。あ、なんかチートしてバンされたんで。惜しいね。アカウントハックされて、チート使われてバンされた、ね。そう、14とこ抜けてんだよね。ハッキングらしい。ああ、あれは本当びっくりしたもん、まあ。ね。怖かった。しかもなんかね、それを狙ったってやつがなんかコメントしてたらしくて、YouTube とかなんかで、ね。何それ。え、だからね、アカウントハック狙ってできるっぽい人の。怖っ。じゃあ犯人がいたってことですか、そこに。いたね。え、でも俺そいつのおかげで YouTube 再生数めっちゃもらえたんだよね。まあじゃあもう定期的にやってもらいましょう。もうやってもらおうか。うん、ありがとな。うん、なんかこうずっと音鳴ってる。ここね、もう一回ピン刺すぜ。アーマーレベル3あったね。ちょっと本当申し訳ないんだけど、もこ先生さ、俺のアーマーじゃ上げるわ、それ。あ、すいません。見える？あります。紫っぽいって。あ、なんか赤いのある。赤いのはね、なんかね、調査ポイントってやつなんで。青いの、取れたい、取れない。あ、取れた、あ、取れた、いけた。ん？車。起こせる。あ、起こせるんだ、これ。あー、当たる。あ、マジかー。食らっちゃった。こいつ起こせる、俺のこと。どこにいる。え、これプレイヤーいる、これ。いや、多分遠くから撃たれてんじゃない、これ。あれ？いて。え、わかんねえ。他の紹介から。え、わかんない、これ、撃たれてる、これ。
あ、あパンツ、パンツ出た。なんか音すげー。敵の襲撃を受けました。なんだ今のショットガンの音。はい、マシ。いやでもこのゲーム確かになんかおもろいから流行ってほしいな。うん、あと何人これ残り3チーム3人やん。え、ってことは1人、え、1人ずつで。これチャンピオンあるの？そろそろだ。あるよ。おー、あいいね、いいね、いいね。おー、ちょっと撮影会みたいになってたけど。小型転送装置の準備が完了しました。ただこいつなんか感情がねえんよな。あー、なるほど。そこがいいんじゃないの。いや、感情、まあ、まあそうやな。え、感情がいいから感情を教えてあげるんじゃないですか。どうやって教えるんですか、感情。どうやって教えんの。そりゃやっぱ喜怒哀楽をね、やっぱいろいろ。ロストゾーンの拡張まで、うん、あと30。どうやるかわからない。そりゃいろいろあるじゃんよ、そりゃね。そりゃ不干渉とかに見えて意外とそういうのになったらあれじゃないですか。不干渉出るんじゃない。で、そういうことやろ。まあ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 、そうじゃない。これさ、スモーク取れ持ってないよな、これな。じゃなくて、うんうん、俺から見たらわかんないんだよね。 G 長押ししたら持ってるやつ一覧見える。ああ、上位集団しかない。んこれ発電集団あった、あった。いやでもやっぱ立ち回りがすごいな、PUBG の。 PUBG だね、ね、経験者って感じやな。発電集団を投擲します。この最初場面とかも PUBG っぽいっすもんね、なんか。あ、ぽい。遮蔽が全然なくて、木とかですよ、避けてみたいな。じゃ相手の索敵映ってるの、木の中。アウェイクナーの皆さん、集合してください。うまっ。右にいるな。あ、いる、見えた、見えた、閉めた、閉めた。そのキャラね、あのブリンクするキャラだから一瞬。あ、ほんと、いる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 。それ、それ、そいつのキャラが使ったキャラじゃないか。それ、めちゃめちゃ近くいる。うまい。うまいっす。今のと別のキャラ。あと1人。最後の1招待。1対1。私たちが勝利する確率は 50% です。 50% だし。で、相手索敵あるから。もうバレてる、もう100バレた、100バレた。あ、これこいつもあれだ。で、これ目抜きされる可能性ある。あ、これまずい。で、今もう作戦切れてるから。オッケーオッケー。で、足音、上のさ、が、あの、なんか足音、どうする。うわー、すばれたかー。いやー、惜しい。すば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 。いやー、でも惜しかったなー。めっちゃ熱い勝負だったこれ。畜生。いや、もうちょいやったなー。あらららららら。ら回るか。音聞こえなかったなー。うん、なかったね、あんなか聞こえないかもね。かあれ多分あんなか聞こえないかもね、うん、いや待って おもろいな。おもろいぞ。最後めちゃめちゃ PUBG したね。機械でもエラーが生じるときはあります。足音マーク出てんだ。いや全然気づけんまだ。そうそうそう、これきっと来ますね。これこれも来ますか。来ますね、これ。あのおそらく2024、まああの CR カップ、あああるだろうね。これなんていうゲームでしたっけ、スモモ、このゲーム。運命のトリガー、ザ・ノビータです。うん、CR 運命のトリガー。うん、はい、レジェンダス、運命のトリガー。あー、できてる、うん、あー、ちょっと流行ってほしいな。これ流行って、なんか、早くこのバロのブーム終わらせてほしいな。うん、俺も乗っかれんのに、これ。運命トリガー祭り。うん、ウームからトリガー祭り。あ、トリガー祭りあれだもんね。うん、どうしよう。で、あの全部のとこがこの大会をやった後にくっそ2ヶ月ぐらい遅れてオープンレックで、あのなんかオープンレックパーク運命のトリガー。最速でやってほしいなー。あー、それもう2ヶ月後やったら余裕で断るわ。そう、なんかオープンレックでまたなんかやらないですか、ストロークの大会みたいなやつ。あー、面白かったよね。あれ、そう、面白かったんでしょ。また誘ってほしいんですよね。ねえ、やってくださいよ。俺今ね、あれしてんだよ、あのベーゴマやろうぜって今オープンレックに言ってる。ベーゴマ、ベーゴマ、そう、ベー、俺さ、あの最近そのある会員制のバーでさ、ベーゴマやってんだよ俺。そうなんですよ、女と女こうやって回転させてぶつけ合ってたのかみたいな。あ、そっちのベーゴマなんだ。いやいや、もうちょっとさ、なんかちょっと そっち方向でボケるんだ。あ、なるほど。ああ、会員制とか言うから。うん、会員制のバーって言うんだから、ちょっと少しさ突っ込んでほしかったんだけど、ちょっと、うん、帰りしたらあかんや、うん、まあちょっと本当にね、あの個人的に俺が言ってるところでさ、ベイブレードがやっててさ。あ、本当のコマなんや。あ、ベイブレードか。そう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 、六本木の。あ、六本木じゃないですよ、もう僕はそれ。あ、でもないですか。うん、
あ、じゃあ俺が俺お思い当たるとこと違ったか。うん、違います。新宿なんですかね。あ、新宿で。はい。マカルは今日何しに行ってた？俺もね、なんかゲーミングマンションの、なんかゲーミングマンションってさ、ゲーミングマンション？トークみたいな。あ、あれか、あの配信できる部屋を貸しますよみたいなやつだっけ。そうです、そうです、そうです。はい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 、はい。あれってどこがあれですか、あのお便り関係みたいな感じ。あ、そんな感じですね。あ、お便りではないんですけど、うん、まあ近いよ俺遠いみたいな。いわゆるだから、そのこれから配信する人たち、こういう部屋借りてみませんかみたいな形。あ、もう本当まさにそんな感じで。うん、なんか、あ、ゲーミングマンションってそういうこと、配信者の部屋ってこと。あ、そう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 、なんか防音プラス回線が早いマンションみたいな。なかなかでも人気らしくて。音も漏れあんやろ。ええやん、俺も住みたい。おい、じゃあ引っ越したらええやん、ゲーミングマンション。どうかな、ゲーミングマンション。うん、いいです。絶対無理でしょ。じゃあなんかあの。あ、この配信者この女連れ込んでたわみたいなこと言えばいいやろ。違う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 。あ、そのあれか、ゲーミングマンションリークすんのか。じゃあ生活がおいちゃんできないだろ、だって。私はあの生活全部サポートしてくれる女ちゃんと。もう吹っ切れて何でも言うなっちまったら。東京や、うん、東京やからな、何でもやらせる。ああ、覚醒したね、養ってくれる人を。いろいろあって、うん、そっちの方が行きやすいもん、どう考えても。でもなんか今6000人待ちらしい、ゲーミングマンション。えっ、やばっ。なかなかコネとかでなんとかならんの。なんか、うん、ちょっと厳しいみたいな話されたな。あ、厳しい。うん、後ろ後ろ後ろ。あ、了解です。あ、やべ、光が怖い。やったやったやった、ナイスナイスナイス。なんかサンマめちゃめちゃいるんだけど。なんだこいつ。これでもスナイプって、そのあれなんで、あの公開されてないんですよね、はい、どうやって入ってきてないの。わかんない。同意書なく、なんかダウンロードするのは違法ですみたいな警告文ってあるんだ。じゃあ、まあ、じゃあこいつは同意してスナイプしてるってこと。そういうことやんな。ああ、運営が嵐に配ってるってこと、スナイプしたら。ああ、そういう可能性あるね。やばいな、やばいな。まあ、そう、水増しする会社やからさ、それぐらい、それぐらいのこともするんじゃない。え、水増してんのこの会社。いや、何言ってんすか。するわけないじゃん。でもなんかこの前なんかあったらしいからね。でもあれ別に確定なの。え、で前オープンレックもなんかあった時、オープンレックミスって言ってたよ、不具合みたいな。あ、じゃあ不具合で、不具合。それで何、ツイッチさ、なんかたまにバグらない。なんかその最初だけガーンってきて急にドーンって下がるみたいなさ。ああ、それなんじゃないか、なんか。あ、なるほど、急に増えたみたいな現象が、まあ、前からあったんすね。だってさ、そんな世の中にバレるような分かりやすいことするか。まあ確かに、ゲーム作るような頭のいい会社が、ね、うん、そうだね、うん、とれ思っちゃうんだけどな。ゲーム作ったら見てもらいたいって気持ちで、そういうそんなんすぐ分かるじゃん、だって。まあね、まあ、実際今回7000人事件とか言われてるらしいからな。7000人の水増しを。そう、すごいな。まあ、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 もしそれでバレることだったらバカだね、この会社は。きっとおそらく、ね。うん、ちょっとさすがに言わせてもらうわ。もしもし、本当に水増ししたらバカだな、やっぱ。そのさすがに頭が悪いわ。まあ、大したも持ってないわ。もともとオープンレックがすげえ話題になったけどさ、うん、ぶっちゃけどこのサイトもやってるんじゃないかと思うけど、どう思う、バレなくなってなくて。おお前もマジで頭悪いんだなって思うわ、そしたら本当に。え、なんで。やってるわけないだろ、だってやってるわけないだろ。じゃあ任意的にでしょ。やってたん。やってない、やってない。え、もともとやってる。じゃ、要はあのサーバーの、あの負荷がかかっちゃって、あの人が増えちゃったっていうのはなんかデータとしてあるらしいのよ。うんうんうん、そうそうそう、うん、なんだけど、それをなんかあのオープンレックのなんかなんだっけ、 Q&A で出してるんだけど、それもなんか疑われてるらしいんだけど、なんか。へえ、それ疑わねえのバカだろ。お前マジで 水増ししてるって思ってんだね、やっぱな、ほんと。まあ、もともとそうやって、だって俺シャドーバース始めて1ヶ月で1000人以上は見てたね。あ、あれゲームによってタグによっては水増しされてたっていう噂あるぜ。そうなの、そうなの、ほんとなの。何日目か分からんけど70人まで落ちたもん、1000人以上見てたのに。本当に。絶対してるよ。
いや、そんな分かりやすいことするか。え、ちなみにこの中で一番配信歴長いであろう木工先生的にはどうなんですか。いや、どうなんすかね。その僕メインが YouTube かニコ生なんで、はいはいはい、YouTube へ水増しどうだろう。ないっすか、さすがに。YouTube とかはないように思うけど、どうですかね、水増し。ただなんか YouTube の例えば案件動画とか、うん、案件動画とかを出そうからその再生回数ちょっとブーストかけますみたいな提案をされたことは1回ありますね。めっちゃ昔。いや、しかもそれって別に公式にある機能なんですよ、 YouTube の広告を払う。 Google 広告みたいなのを出すと、その水増しじゃなくて正式にその紹介数増せるみたいな。正式にって何だ。正式にやお金あの Google ってそもそも広告の会社やから、動画を広告に出すみたいな企業さんがっていうのはなんかあるっぽい。じゃあ俺の負けだな。あるんだな。あるんだ。いや、まあでもどうなんでしょう。それは YouTube の話やから、その他の配信サイトはまた分かる。まあしかもそう言っといて実は詐欺の可能性もあるよね、正直ね。いや、まあそう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 。そうやって言いつつ実はまあそんなことは一切なくて、まあそのモコ先生を騙す気満々でいたとかは。なんか結構そう前の話やから、まあ、あれはちょっとなんかうさんくさいなと思って聞いたんですけどね。まあちょっとわかんないっすね。待ってる。ムシ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 。待ってるやついる。昔オープンレックでその水増しって言われてたの歴史があって、うん、配信者でこうやってちょっと一回配信つけたまんま寝るみたいな配信した配信者がおんのよ。はいはいはい。あ、もうそれ寝配信。何百人か見てたのに、うん、途中でその寝落ち配信になって視聴者数がマイナスになったことがあるんだよ。へえ、マイナスとかだ。マイナス、マイナスあるんだ。まあ、それあれか、俺がオープンレックやってる、やってない時とかの話。もういや、まあ7年8年前とか。ああ、始まりたてだね。だからオープンレックはいまだにそうやって言われてる。ふーちゃん今は俺もしてないと思うけど、まあ開発のミスだったんじゃないかな、それは。な、さすがにな。なるほどね。俺でも今のご時世そんなバレるようなことしないと思うんだよな、今はね。俺多分そのなんとかのトリガーは、うん、うん、どこが犯人なんだろうな。じゃあな、さすがに。まあまあまあ、いや、不具合説もあるよ、トンちゃん。不具合説もあるよ。俺不具合だと思うんだけどな、多分。さすがに。もうなんか考え方がそもそも違う可能性もありますよね、その国によって。あ、水増しなんか当たり前みたいな。なるほど、ね、バレるとかじゃない。うん、トワちゃんどこいる。 あれか、後ろや。やって死んだ。やばい、ごめん、後ろに狙われてた。ちょっと待って。あー、場所が分からん。あえ、トワちゃん、あ、え、トワちゃん上から落ちてきた。あれ、上、え、なに。 俺いない、俺死んでるよ。まだ、ね、俺の上見て、上見て、俺の上に、ほら、デスボックスが上に上がってるんや。え、あれ起こせないんだけど、あれ絶対に。なに、あれ。え、どんなところで死んだの、あれ。なんかランキリューに飲まれてる俺が。これランキリューどれだから取れんのかな、これ。あ、落ちてきた、落ちてきた、俺落ちてきた。え、いけいけいけ。あー、待ってね、待ってね、これ取れるかな、これ。何これ。ちょ、ちょ、待って、じゃあ待って待って、ワンチャン、ワンチャン、いけるか、待って、いけるか、待って。なんか回復って出てるけど、いや、これ無理かも、これ。ワンチャン俺が無理かも。なんや、このバグゲー。これで取れない。なんだよ、この位置。でもこれで、おいちゃん、なんかうまくやるわ。あー、全然ダメだ。くそ、惜しい。で、無理だこれ、ごめん。いや、しゃねしゃね。あんなことあるんだ。あー、ダメだね。うん、ダメだあれ。あそこに、あそこになんか台みたいなのがあればいいんだけどね。例えば、なんか向こうさん、俺海外でオナニーしてる動画見たことあるんだけど、あれはなんでやってたん。おお、俺も見たことある。それ、うん、あの、あれ、ちょっと、あの、なんかさ、人がすげえ通ってて道のど真ん中で。そうそう、でしょ。あれは覚醒してない、やっぱり。あれはそうそう、俺じゃないねんな、あれ。違うの、僕先生じゃなかったんだ、あれ。え、そうやね、見ても本人やと思った。あれもあれか、ディープフェイクの類か。あれ、そうそう、俺ちゃんと同じ被害になってる。あ、こうなんや。あ、そういうふうに、そういうふうに持ってくのうまいな、マジで。 あれね、俺ちゃんうまいな。なるほどね。何うまい。あれ、じゃあ何でもないのよ、けども。あ、いろいろ敵、敵、敵。そのキャラ。あ、なるほど。っていうかさ、モゴ君、来月、あれか、海外か。
あーそうですね、そういえばそうだな。え、そうなの？来月海外？韓国？韓国に遊び行ってくるわ。ちょっとなんで行くんですか？なんで？え、いやまあそれはいろいろあれだよ、それはお前。え？あれって何？で何があんの？でもいいやつですよね。まあいろいろやっぱモコ君とダチダチさんと遊び来てなと思って。いいなー。そう。いや完全なあれっすかね。これプライベートで行くの？いやプライベートやったっけ？うん、まあプライベートみたいな。プライベートみたいなもんか。プライベート二人きりで海外行くの？うん、まあまあ二人じゃないんですけど、ね。二人じゃないです。おお。で他誰がおんの？まあいろいろっすよねやっぱりね。うん、別にそんな変なやつじゃないから。全然変なやつや。そうちょっと今あれしちゃうけど、まあそう、まあ、もともとなんかなそのもっと多かったんですけど、なんかちょっといろいろ都合あって人数減って、で結局どうすんのってなったけど、俺とモコ君と国人さんとオニアで行ってくるよ。ああそうとんかつは何、おい順一順調にもう行かないんじゃない、やっぱあの今そういうじゃない、やっぱ日本でやっぱりね頑張りたいんじゃないか、やっぱり、なんかすごいそれでよく伝わったな、それで実際の経験には到底及びません、フォーカスで。あそこは着陸にちょうどよさそうです。まあね、なんかスラングですからねやっぱり、また楽しみですよね、なんか海外のちょっと ねちょっとだか少し羽伸ばしてな、いいね、うん、いいね、飯が楽しみだわ。私ご飯美味しいって言いますよね韓国ね。あ、そうなんや、うん、そうサムギョプサルみたいな。サムギョプサル、ああサムギョプサル、やれうまい、うん、美味しいですよねサムギョプサル、うまいね。ちょっとそのままでトイレ行ってきます。おいっす、はい。なんかフトンちゃんが俺の声だけ配信でめっちゃちっちゃくしてるって噂あるんだけど、なんでな。おえちゃんな、おえちゃんの声だけな、ちょっと小さいわ。今日小さいかも確かに。さっき俺あげた。本当に？うん。あ、デフォルトでってことか。ごめん。俺の方でも小さい。本当に？あげたさっき。うん。今ね、多分おえちゃんの170%ぐらいにしてもまだちっちゃいかも。え、そんなに小さい？なんで？うん。おえちゃんね、多分声大きくなったかも。あ、ありがとう。うん。おいちゃん声ちっちゃいんだよな。え、今日ちっちゃかった。うん。本当になんか俺勝手に下げられてるって噂聞いたんやけど、みんなが下げてんのちゃうの？お前な、お前視聴者よりも俺たちを信用しろよお前。そんなわけないと思ってたんやけどさ。確かに。悪い癖だわ本当に。そこ俺 200% だっておいちゃんこれ。本当に？うん。マジで一番大きくしてんじゃん。見ろ俺らより。おえちゃん 200% で俺こうやって。あ、本当は言うてくれよ、声ちっちゃいんやったらよ。いやでもなんかね、絶妙に聞こえる声なんでね、わかるよ。その、俺らが上げたら、まあ、なんとかなる音量なんで、おいちゃんの声。お前、来た。この人。ごめん、撃たれてるわ。どこや、ごめん、死ぬ。あ、すんません。もう、待って。おこそ。また来い、また本郷愛や、これ。やった、本郷やった。ありがとうございます。すぐ回復するね。いや、来た。すいません、ありがとうございます。俺もちょっと、今、来たから。やべ、いるわ、こいついる。どこいるこれ、あーどこか。よし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 、ナイスナイスです、いいよ。おいどれ、めっちゃ奥にいる、この奥。割ってる。ダウンかなそれ。あ、ダウンしてる。ナイス、いいよ。お願いします。本郷はいいね、めちゃめちゃこのゲームやってるんだよ。ここにいる、俺右。待て。ナイス。全滅だね。ナイス。あ、そうなんだ。場所によって。うわ、待って、あれスナイプかも。やっていい、ごめん。やばいな。やった。どれ？なんか本郷愛めっちゃ来るな。めっちゃ来ますね。ね。こいつ。死んでも繰り返してくるじゃん。ごめん、スナイプかもって言っちゃった。多分スナイプやっちゃった。終わりだね、もう。マジかよ、こいつ俺が一人でって時めちゃめちゃ見たんだけど、スナイプだったんだな。濃厚だよね、ちょっと確定ってやっぱ、難しいけど濃厚、濃厚だろうね。本郷愛と3番俺多分濃厚だと思うよ多分。ああね、確かに。あと大谷翔平、
さすがでもまあまあまあ、まあ、激アツかな濃厚っていうのは本人説もある。うんうん。撃ってる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 。めっちゃ上にいるわ。あ上にいるね。甘壊した甘壊した。ナイス。すごいな。おいで俺上から当たり考えたから。ナイスナイスナイス。降りてきた降りてきた。あじゃああれ知らないかも。一人だ一人だ一人だ。うまい。いけるぞいけるいけるいける。あと一チームあと一チーム。あと一だあと一。あとラスト一やこれ。ここじゃない？多分ね多分起こせる起こされるからあれは。でも俺らね多分あそこ行けないね。行けない行けない行けない。右じゃん。あここやべやべやべ。あえぐれえぐれほーい。ほほーい。俺も。で俺も投げますわ俺も投げます。なったーないおいなったよし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 いや俺正直パブジより好きっすわこっちの方が。じゃあ分かる。ちょっとおもろいわ。ちょっとおもろい。うん。この後パブジやるとなんか多分ね難しくって感じると思う。感じると思う。簡単だわ。がもっさり感ないっすね。確かにね。うんなんか動きがスタイリッシュで気持ちいい。キャラ可愛いし。キャラはもっと増えてほしいなこれな。うん。これいつリリースなんすかこれ。リリースなんかね、2025予定らしい。あ、いや、まだ来年とかなんや。そう、でも、なんか早めに出てほしいけどな。戦闘時間完了。でも出せるんちゃうこれ。独立したこと。だって、俺正直ね、今まで、ゲームは結構やってたんだけど、それだけでは存在できません。今までやったバグ、おえちゃんのあの空中浮いてるバグしか見たことない。あれ初めて見た初めて見た、うん、まあいい情報だなもしかしたら、うん、あれだぞ会社の人もああこんなバグあったんだって気づいてくれるかもしれない送れば、うん、送れば案件も金ももらえるかもしれない確かに、うん、おーちゃんレディ押せるレディって押せるレディはいお前お前やめようとしてたべこれやめようとしたあ何あ終わるんちゃうのあじゃあ大丈夫時間大丈夫みんないやいやいや全然大丈夫あなんかチャンピオン取ったで終わるって勝手に思い込んでたあごめんごめんあ全然行きますよあいや終われるしやれやれやろ大丈夫お時間二連チャン八区行こうやお懐かしいな八区でも一番この中で無職じゃな無職とはほど遠そうなのはお布団ちゃんだと思うわおぞとおそう社会人歴長いっすよね。なんでそうね。まあだからその、うん、配信っていうのをまあその一般的な仕事として捉えるっていうのにするんであればニートって時期はないな。長く仕事続けるコツは何なの？目標を立てる。自分の活動を手段にして何を成し遂げたいかっていう。じゃあ配信を今仕事って考えてないと何が目標？いや俺はもう今はもうのらりくらりと配信をし続けられたらもういいかなと思ってあの時の20代30代前半の時の熱い気持ちはどこかに無賛してしまったわシミュレーションは実際の経験には到底及びませんこの気持ちを取り戻さへんえキックでさキック勧誘してるキック勧誘だねいやでもさ、久々にさ、こうやってプラットフォーム別のとこやってさ、なんか配信のちょっとなんちゅうんやろこういうのやってな、インターネットの配信って思ったでな、俺うんやっぱそういう気持ちって大事だわああ。まあ、ある程度慣れてきちゃうよね、やってるとそう、ね、新鮮味がちょっと薄い時あるよ、ね、なんか最近のストリーマーさんとか結構歴浅い人多いじゃないですか、なんか最近初めてなんか会なんつうの、なんかその分かるわでも分かる。うん。多分何をどんなんかいろんな体験がこう全部新鮮に感じるっていうか。ああなるほどな。結構やっぱね VTuber さんとかやっぱ話聞いたりしてすごいあれなんだよな。なんかきっちりしてるんだよななんかやってることが。はあ。オープニング作ったり。あ自分で作ってないでしょ。ん？
え、自分で作ってんの VTuber オープニング。いやいや、普通になんかそのまあそれも依頼してさ。あー、別にいいんじゃない、それは自分全部一人でやんなくてもいいんじゃないか、別に。あー、そうですね。まあまあすごくいいと思う。そのある程度権力とか力あるやつやん。おめえ、いやでもね、なんか卑屈なんだよおめえは。そのなあ、結構ね入れてるっていうっぽいけどね。あの別にいいじゃねえかよ別に。なんかそういうゼロからやっぱやってきた人間から。あー、まあそういうそういうことか。あー、なるほど。それはそうなんだ、羨ましいね。レイアウトとか自分で考えたりとかさ、いろいろ試行錯誤しながらどうやったら面白い。あー、なるほど、なるほど。そっちね、そっちですね。あー、なるほどなるほど。今全部データがあるんやろな。あー、まあかもしれないですね。やっぱね、やっぱりもっとあの黒をしろよっていうことを言いたいんですよね、やっぱおいちゃんは。黒をしろっていうか、そういうなんか戦ってる感が楽しいんだよな。そうなんだ、おいちゃん、これこれ、あー、回るよこれ。皆さんにお譲りすべきです。やっぱりね、その面白さとはっていうのはやっぱ試行錯誤しながらってことですよね、大江さん。やっぱそうね、そうっすよね、やっぱ分かりますよ、やっぱそのね、その新たなやっぱその憤り、その新たなその心意気、うん、やればペイン、あのまあいろいろね、こうあなたのやっぱやってることっていうのはね、俺は笑かしてもらってるんでね、やっぱりね、うん、本当に、うん、あ、そうね、うん、お前は替えが利かないよやっぱり。確かに。あのね、俺可愛がきかない。まあ、おえちゃんは記憶ないかもしれないけど、おえちゃん出したって話聞いた時めちゃめちゃ笑ったからね、俺。今年一番笑ったかもしれない。うん、今年一番笑った。笑ってもらえるのは何よりやろ、本当に。だから、俺の友達がさ、やってるバーがあってさ、そこの従業員がお前の友達だったんだよ。え、あれって何？友達、布団ちゃんの友達なん？その二人でやってるって俺聞いてたけど。あ、俺のまあ友人がやってるバーが、そのおえちゃんの友達だったんだよ。一緒にやってたん。そう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 。へえ。俺はその時の従業員の人は初めて会ったんだけど、いや僕おえさんの友達なんすよっつって。そうそう。でね、聞いてみたら、あ、本当におえちゃん友達やと思って。誰？だって13年くらい付き合う。ニコ生のクモン生主の友達だよ。あ？多分モコ君のことも知ってんじゃないかな。モコ君も知ってんじゃないかな。俺面識ある人。ね、あるあるある。ああ、じゃあなんとなく分かったの。うん、そうそうそう。で二人でそのね、おえちゃんのまあそのチンポコについて話し合ってて、うん、やっぱあのそいつはすごい勇気をもらったっすよ。元気と勇気を与えられたって、うん、ありがとうおえちゃんですよ。いい話だね。うん、めちゃくちゃ良かったな、そんなやったら。うん、そうだな。人を笑顔にしてるよ、おえちゃん。やっぱ笑顔にしてるなと思うんだよね。まあ、やっぱりね、そのやっぱさっきも言った通り、あのこのキャラクターがパンツがもろに見えたら嫌だって言ってる人もいるように、まあ、やっぱ100人いたら100人ね、まあ、もちろん笑うっていうのはどんなコンテンツもないかもしれないけど、うん、やはりね、おえちゃんはやっぱ多くの人を幸せにしてるんだなって。笑ってるとかせって人を喜ばせたいって気持ちがあるから、今のインターネットってちょっとでも目立ったこととか変わったことすると不快に感じる人がいるとか言うやんか。はあ、俺ああいうやつは全員死ねばいいと思ってる。いくら俺はな、喜んでくれる人を笑顔にできればそれでいいんだよ。ゴミが保険すんな、インターネット怪我すんじゃねえ。さすがっす、さすがっすって気持ちで。結局おいちゃんは出したの？やっぱりじゃあみんな笑わすために、やっぱ狙いのペニスだったわけです。笑わすためじゃないんだ。そっか、それはもう、まあ、いつも分からん、なんか革命と思ったらしいけど分かんねえよ、詳しくは。そういうところじゃなくても人を元気にしたりできたらいいなって思う。革命受ければ。その時のおえちゃんはきっとそう思ったかもしれないと。革命じゃこれやつってボロッつってオープンレックの革命や。水戸黄門だよな、マジで。のとな、これが目に入らぬかっつって。ああ、肛門出したわけだ。何事もできないなっていう。ああ、いや本当に思い出すと笑っちゃうよ、あれ本当に。で、布団ちゃんのディスコードに書いてあるオフパコサーバーってのは何の話なんだよ。オフパコサーバー、オフパコサーバーってなんだっけ、なんかあったな、そんなもの。行って行って、大丈夫。オフパコサーバーってさ、おえちゃんがいるサーバーじゃない、違ったっけ。いや俺ディスコードとか使わねえし、俺あの DM で個人でやり取りしか知らんから、そんなサーバーねえよ。多分おえちゃんと俺がいるサーバーだと思うよね、オフパコサーバーって。昔ちゃんと作ったサーバーで、そんな、ああ、そういうこと。3年前ぐらいになんか遊びで作ったやつじゃない。
あれか、なんかまあネタで、まあ、オッパコって名前つけた。そうそうそう、なんかゴミサーバーとかさ、なんちゃらサーバーとか。やるえ、そんな記憶ないまあ、ちょっと見てみる、ちょっと見てみる。確かにそんな名前につんやったらそうかも。うん、まあ、だって、ね、つけそうな名前ではあるよね、まあ、確かに確かに。オッパコサーバーは、誰だ？ああ、おいちゃんいないね。今の話なんだったんで。作ったサーバーじゃなかったらおかしい。2017年に作ったサーバーだね。これあれだ、PUBG のサーバーだわ。視聴者とあれだ、あの配信で PUBG やるときに作ったサーバーだ。あ、なるほど。あ、だからオッパコなんだ。そうそう、スケースとか入ってたわ、そこに。ははあ、やってた。ゴロちゃんとやったときだ。そうだ。あ、いる。やった？やった。僕ナイスです。懐かしい。ちゃんはまずいよ。そうだそうだ。うん、まあやっぱり今ね、オフパコっていう名前にするだけでやっぱそうか、まあ懐疑的に見られる時代ですからね。まあ確かに気をつけないとな。ね、まあそうですね。超オフパコしてそう。会話が。どんな会話な？ここで通話しますか。お疲れ様でした。デュオやりませんって。オフパコしてんじゃん。デュオ、女ともやったん。わかんねえ。あ、ちょ、わかんねえってか、これ全員男だよ。女いねえよ、ここに。ではリスナー同士で話してるってことなんじゃないの？じゃない？多分これ。うん。うん、そう。あ、そういうことね。うん。ゴロちゃん、そんなとこで入ってたん？いや、ゴロちゃん入ってないね。また別のサーバーだ、ゴロちゃんは。スケイスと俺とゴロちゃんで、なぜかな。スケイスあのニコ生のマリオさん。そうそう、俺スケイスと仲いいんだよ、俺。あ、そうなんや。全然覚えてないね。言うことコロコロ変わるねって言われてんだけど、俺でもさ、ごめん、さすがに2017年のサーバーは全く覚えてないわ、マジで。さすがにちょっと7年前はね、ちょっと覚えてなさすぎる。本当の記憶にございませんだわ、これ。いや、おえちゃんも本当に記憶ないんだよね。うん、あの、僕精神科行くんですけど、え、マジで行くんですか？10月19日に行くんで、あんまりそういう病気とかいじらない方がいいですよ。うん、あ、まあ確かに、まあ本当になんか患ってたら確かにな、あ、冗談じゃ済まされないからな。確かにな、まあ、まあ、なんかあるかもな。お大事にだな、お前にやっぱ言えることは。俺は、あ、お大事になさってください。そうですね。ストリーマーマンションだっけ。ああ、うん、そこに行ったらさ、ちょっと餃子とか作ってみるよ。俺が餃子作り行くよ、おえちゃんの。おー、いやー、通い妻みたいな。うん、その時はさ、うん、俺がさ、たまにお前の部屋片付けに行くよ、そしたら。本当に？うん、いいの？お前が、じゃあもう女作る必要ないやん。お前がなんか作るまでさ、女作るまで俺が少しやるするよ。うんうん、マジかよ。スーラさん、おいでよ、東京に。いや、行かねえよ。俺最近さ、あのおえちゃんのウィキペディア見たらさ、おえちゃんなんか食う飯がなくて餓死仕掛けたって書いてあったけど、本当なの？本当だよ。あれはね、飯を買う金がなかったの。うん、うん、外に出たくなくて家に引きこもってて飯がないってなって死にかけてて、マカウとか心配でたまに来てくれてたよな。あ、言ってたね。優しい。あ、じゃあこれガチなんだ。これガチなんだ。あの、お前ら発達障害なめてるやろ。いや俺47キロまで落ちたでな。死ぬかと思った。だ、めんどくせえってなっちゃったんだ。いや、そう、外出たくないっていう気持ちが腹減ってんの。なんだよな。そう、本当に行動できないの。なんかそういう環境になればできるとかたまに言うやついるけど、マジでできねえやつはできねえんだな。そうね。そうか。いや、俺がじゃあつくしかねえな。違う。俺がつくしかねえな。そうするよ。え、やっぱ飯ってなんかコンビニ行きたいと思わないの？行かないの、普段。行きたいっていうか、そもそも外に出たくないし、風呂も入らないってなんなの？なるんだ。なる。いや、風呂は入りたい派なんやけど、誰か用意してくれれば入れんやるけど、自分で用意するのがもう嫌だ。あ、そうなんだ。だから一人暮らし絶対できるわけない。あ、動かない。なんか、うん、そう、最初動かないわ。乗れる車？
あれ、お二方？ん？あ、車？あ、これか。車乗りません？あ、よし、はいはい。確かにな、なんかそういう意味では精神壊しやすいかもな。まあ、人はやっぱね、そういう、弱いよ、全然ね、あるけどね、うん、あるよ、うん、誰でもあることだと思うんだけど、まあ、うん、確かに飯食わないレベルってなってくるとな、やっぱり、まあ、深刻だよね、うん、深、そう、まあ、まあ、今は食うんでしょ、だって一人で焼肉行ったりするんだもんね、おいちゃんね、まあ、行く、やっぱり自分で行ったら別に行って、車ありゃ、みたいな、まあ、やっぱりご飯と、うん、まあ、まあ、生きてくれて、まあ、来てくださるのマジですごいと思うわ。ってことはよ、あの、おえちゃんがその東京に上京したって時、めちゃめちゃ勇気振り絞ったんだろうね。だって分かってて行ったんでしょ、だって、うん、まあでもダメなんじゃないかなって思ってやったんよ。うんうん、あの人ダメやろ。いやでもそこをあの行動に変えたらすごいと思うわ、普通に。確かにな、うん、普通にすごいと思う。まあでも今ウーバーイーツとかもあるらしいし、その当時なかったのよ、うん、東京でも。ないね。うん、昨日よ、あのセックスしたいっていう DM 来たからさ、え、いつって返信したわ。ああ、そう。ああ、テンション上がるで、それ。え、嬉しそう。来てくれるってこっちまで。いや、別に何もその後は連絡ない。ああ、じゃあ今、あれか。釣りやったみたい。釣りなんだ。あ、そういう釣りも来るんだ。なるほど。LMG ある。降りずに、で、これ降りる。で、こいつ、車撃とう、車。うわ、引かれ、あ、上から引かれるんかい。これ、木で起こせる。爆車、爆車。起こします、起こします。そう、これ、大丈夫？ウルト使ったから、俺。オッケー、オッケー、オッケー、回復、乗る。うわぁ。大丈夫か。ちょっと待って、嘘を回復する。乗った。みたいな。やべ、水のやつ来た。いる。あ、ごめん、足めっちゃ撃たれた。あー、かくって取られた。え、待て。よし。OKOKOK。そっちから登ってる。はい、あ、来た。あー、無理か。あー、惜しかった。あ、惜しい。めちゃ頑張ってる。やばいぞ、すいません。うわ、ごめん。挟まれた。撃たれた。畜生。いや、あれしますか。またちょっとしますか、今度に。今度やりましょう。またね。うん、いや、これおもろいわ。いや、これおもろい。これね、モコ君きっとこれ2025年派遣っすよね、これ多分。これ派遣ゲーム来ますね、これ。来るか。バロー、エーペックス変わって、うん、来ますよ、これ。来るね。ちょっと4人でできるしな、うん、3人より多いし。うん、確かに多いの、神。ちょっとモコ君のコネクションでなんとか俺たちに。金くんないですかね、ちょっと。あの、なんとか、ちょっと僕の、あの、人脈を駆使してやってみます。会社にちょっと連絡してもらって。はい、そうですね。今日何時間ありましたっけ ?5 時間ありましたっけ ?5 時間。じゃあ5時間、はい、5時間分のギャラ請求しとくんで。ちょっとお願いします、ちょっと。はい。ありがとうございます。任せてください。はい。お願いします。OK です。うっす。